すする TV。 ゼレゼレ、どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はとあるお店のレセプションに行ってきましたということで、こちらです。ドン。 JR 池袋駅から徒歩5分くらいのところにあります空の色食堂池袋店さんにお邪魔してます。現代のラーメン業界を牽引する空の色さんの新店ですね。食堂というだけあってラーメン以外にも多数のメニューがあります。なのですが、この日はレセプションのためラーメンのみの提供となってました。果たしてどんなラーメンがすすれるんでしょうか。早速行きましょう。レッツゴー。さあ、空の色食堂さん、今回チョイスしたのはラーメンで、あっさりこってりを選べたのでこってりでお願いしました。豊富なメニュー展開やお店のこだわりなどを見ながら待ってるだー。おう、こちらが空の色食堂さんのラーメンこってりです。うぬーい。こってりというだけあって、丼一面には大粒の背脂。これはいい意味で期待を裏切られたぞってことで、いただきます。まずはたっぷり背脂とともにスープから。ピフン。あっさりしつつも奥深いコクのある豚チンタンで、キリッとクリアな味わいの塩がうめい。そしてなんといっても背脂が上品で甘く、質の高さがわかるうまさです。では続いて中細ストレート麺とご対面して、よっしゃ、すする。バミーン。もちもち食感で香りもよく、風味豊かな美味しい麺。そんな麺に輪郭のしっかりしたところもありつつ、尖りすぎることはない優しく美味しいスープがよく絡んで、つまりは単純にこの2つが好きなのさ。さあ、お次にチャーシューを食らってみると、程よい燻製の香りに加えて柔らかさもあるハイクオリティな味わい。聞くところによると、吊るし焼きにしたチャーシューから落ちた油で燻製にしているらしく、料理一般人のすするには到底思いもよらないすごい発想です。てな感じで、すすっていくごとに感じる昔ながらの良さ、そして現代の良さ、両方を兼ね備えた嫌味のない美味しさを存分に楽しんで、ネギやナルトなどのシンプルな脇役たちもいいぞと思っていた。味変などもせず、ただただ脇目も振らずすすりまくった結果、いつの間にか本日も完食です。大変美味しくすれました。他のメニューもぜひとも早く食べてみたいです。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、空の色さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。今まで自分の中にあった空の色さんのイメージが覆るような、こってりな風味もあるんですけど、しっかりとうまい豚チンタンラーメンでした。背脂もほんのり甘みがあって、すごく上質な感じがして、スープと合わせて食べてもすっきりといける、もたれない背脂でしたね。麺は筑波製麺製で、中細ながらもっちりとした食感で、塩スープともよく合ってましたね。個人的にはあのスープがすごく好きな味で、旨味しっかりありつつも後味がすっきりで、すごく美味しかったです。すでにお店の方はオープンしてました。もちろんラーメン以外のメニューも提供しています。定食メニューとかもすごく個人的には気になったので、そちらもまた食べてみたいと思いました。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、空の色食堂さん、おんこちしんのラーメンやうまい。